ポルトガル語のスケッチ、シメオンの名が書かれているシメオン族は、イスラエルの十二子族の一部族である。ヤコブの子、シメオンを外する。紀元前1200年頃のイスラエル部族による、カナン征服の後、ヨシュアは、イスラエルの十二の部族にそれぞれ土地を割り当てた。シメオン族に与えられた土地は、カナンの南西にあり、ユダ族の領地と東と南で接していた。 ユダ族の領地との境界は曖昧であり、ヨシュアキによれば、シメオン族の創造口は、ユダ族の割り当て地のうちにあった。シメオン族は、ユダ王国の非主流の部族の一つだった。イスラエルの十二子族のカナンにおける、領地トーラーによると、シメオン族は、ヤコブとレアの第二子であるシメオンの直系の子孫によって構成されており、シメオンの名より、シメオン族と呼ばれる。しかし、 一部の聖書学者はこれをポストディクションであり、イスラエル連合における他の部族との関連性を説明するための、起源論的なエポニム、メタファーであると見ている。聖書学者は、シメオン族が、原初のイスラエル連合の部族の中の一つであると、聖書の著者は見ていたと信じている。しかし、シメオン族は、古代のデボラの歌では言及されておらず、 一部の学者は、シメオン族が当初は独立した部族として考えられていなかったのでは。イスラエル・フィンケルシュタインによると、デボラの歌の書かれた時代には、シメオン族のいた、カナンの南方地域は、他の部族から離れた場所に位置する、取るに足らない辺境だったとしている。歴代史から得られる情報としては、シメオン族が一つの場所に固定されていないことがわかる。 歴代史上の第四章では、シメオン族の一部のメンバーが南方へ移住し、ゲドルにおいて良い牧草地を見つけたとされる。また、ヒゼキアの支配の間に、シメオン族の一部がメウニム人の土地へ行き、彼らを虐殺して土地を奪ったされる。シメオン人のうち500人はセール山へ移住し、そこに定住していたアマレク人を虐殺したともされている。十数個の町と、 ベールシェバを含める、シメオン族の領地は、ユダ族によって保持されており、シメオン族はかなり早い段階で、ユダ族に吸収されていたものと考えられている。ミドラー種によると、他のイスラエル族の多くの家族は、シメオン族の夫を殴しかふとなったシメオン族の女性からの子孫であるとされる。シメオン族は、砂漠での放浪の間、最も強い部族の一つであり、そのシンボルは、 シュケムの町を象徴しているもんのそれである。シメオン族に与えられた町は、ヨシュアキにおいて指定されている。しかし、同社の別の記述ではこれらの町のいくつかは、ユダ族のものとされている。一部の本文批評学者は、ヨシュアキがいくつかの原文からつなぎ合わされたものであると、見ており、町のリストが重複する。この特定のケースは、それぞれ時期の異なる文献がつなぎ合わされたために、 生じたと考えている。シメオンの部族は、レビの部族のように、シュケムでの虐殺の罰として、イスラエルの部族の中に散らされると定められた。レビ族は、死祭として全イスラエル中に散らされたのに対し、シメオン族は、ユダ族の中に散らされた。民数記に記述される2回の人口調査において、シメオン族はで、エジプトの際には、軍務に就くことのできる、 成人男子は59,300人であり、その数は12部族のうち第3番目だったが、第2回目の人口調査では22,200人と半減して再位となり、シメオン族の規模は劇的に減少した。聖書では1回目の人口調査をでエジプト時に配置するが、本文批評学者は、この記述がおよそ紀元前700から600年の、 機関の主催資料に由来するものだと見ている。シメオン族の名前は、新明記に記された、モーセの祝福には一切出てこないため、本文批評学者は、新明記文書作者の時代はこれらの人口調査が行われるよりも後の時代であると考えている。72に約聖書の写本は、ヘブライ語写本に基づかない記述であるシメオンの名を、新明記 第33章6節の後半部分に挿入することで、この点を修正しようとしたことが見受けられると、学者は見ている。聖書において、シメオン族の衰退は、シュケムにおいて、ディナが互換された、際のシメオンの言った虐殺に対する神の罰で、あるように記述され、ディナ自身は、シメオンの不幸を説明する、原因端的な神話として、後に作られたものであると見られている。 ヤコブの祝福において、その罰によって、メオ音族が分けられ、散らされると予言されている。本文批評学者は、ヤコブの祝福が、紀元前9から8世紀頃の期間に書かれ、シメオ音族が衰退していたのと、同時期に書かれたと信じており、ポストディクションであると見ている。シメオ音族は、ユダ王国の一部として、最終的に、バビロン捕囚を受けた。バビロン捕囚が終わった時には、 シメオン族とユダ王国の他の部族との区別を失い、ユダヤ人と共通のアイデンティティを持つようになった。にもかかわらず、ミドラー種の外見によると、シメオン族はバビロニアからアクスム王国のザ・ダーク・マウンテンズの背後に追放されたと主張している。ありがとうございます。